こんばんばは、岡田敏夫ゼミです、えー。2月17日ですね、あの予告通りですね、今日は映画ファーストマンをですね、割と語ってみようと思います、えーあの。ファーストマンで書かれた事件をですね、映画とは違う方向から語ってみる、まあ、いわばファーストマン番外編なんですけども、かなりですね、中身を喋っちゃうというかですね、もうほとんど 浜村淳状態っていうのかな。浜村淳って言ってもわかんないですね。昔、あの、関西で有名だった映画評論家なんですけども、映画評論家と言いながら、ほとんど映画のストーリーをそのまま喋っちゃうおじさんでですね、関西人に支持されてて、まあ、支持された理由が映画館いかんでも中身全部わかるわっていう、ものすごい理由でですね、支持されてた、さすがケチの関西人向けのですよね。 というふうな感じでですね。まあ、ほとんど中をですね。喋ってしまうと思います。で、理由はですね。ファーストマンですね。興行成績めちゃくちゃ悪いんですよ。あの第一週でもう8位なんですよ。で、多分ね、もうアイマックスで見れる劇場は。 どどんどん減ってるし、あと2週間ないというか10日ぐらいで,です、ね、消えてしまうからです、ね、もう今からです、ね、あの見るべきポイントをもう説明しようと思いますでこの映画はです、ね、アポロや月着陸を描いた映画ではなくてです、ね、ファーストマンになってしまったニーラ・アームストロングという一人の男の人生の8年間を切り取って描いた世界なんですね。 でそ1969年にですね人類初の月着陸を果たしたこの1961年から69年までの8年間を描いた映画です。で全部見たら初めてあの最初の方にある娘が死ぬっていう出来事と月着陸というのがつながってることがわかるっていうですねかなりそのだろうな文学性が強いというのかなあのうちょっと考えながら見ないと分かりにくい映画になっているんですね。 で例えばその考えながら見るっていうのの,のヒントはあの映画の中で,です、ね、しょっちゅう月が出てくるんですけども月っていうのは何かっていうと例えばこれ「あのエヴァンゲリオンの」の、まあ、よくあるワンシーンなんですけどもですねなんでこれがあの綾波が月をしょってるのかっていうと月が死の象徴だからですね、えー、太陽が生命の象徴であり月は死の象徴であると。これはもうその えーまあ、西洋文学にかかわらずです、ね、東洋でも割とあのスタンダードなんですけどもなのであの死をあの月を背負って現れたのは例えば「機動戦士ガンダム」ではマチルダさんでこの「綾波」もですね。出てきた時にです、ね、あこのキャラは死ぬなっていうふうに例えばこの「綾波」だったらオープニングで分かるんですけども、えー、この「ファーストマン」という映画の中でもです、ね、同じく月っていうのはです、ね、その死の象徴として現れるんですね。 で例えばそのむ、一番最初の映画の方でです、ね、あの娘と2人で2歳の娘と月を2人で見上げるシーンがあるんですけどもその後ですね娘が死んだ後もですも、ね、月だけがニール・アームストロングニールを照らしてるんです、ね、で何度も死,ぬ死にかけるたびにニールが死にかけるたびにです、ね、なんかこう月が見える月を見上げるシーンが出てくるとでその月がです、ね、早くこっちへ来いよという風に呼んでいるように見えているとそんな風に撮っているんですけども。 だから画面にですね月が現れるたびにニールの死が近づいてやっと逃げると思わずそこを見上げると月がんだろうな恨めしそうにじっと見てるというそういうふうな構造になっていますそんな死の象徴である月に最後は自分からですねあの向かっていってしまうんですね、えー、でその自分から向かっていってしまって着陸してその上をですね歩くことになってしまったという男のですね不思議な話なんですよ。 ええー、まあ、だいたいこういうふうな構造でできているんですけども、大丈夫ですか、こんな感じで,ですね。まあ、黒、あ、黒服って書いてる、ええー、コメントに黒服だ、まあ、そうなんですよ、ね。だから、今日は、そういうですね、詩の話をですね、詩の話に合わせようと思ってですね。ちょっと、あの、もう全部黒でこう、き <laughs> てきたんですけどもですね。いやー、ええー、限定あるのか、一応ね、限定あります。今日ね、四十分早く、あ、遅くだ、始まったので、二十一時二十五分ぐらいに。 限定にしてみようと思うんですけども僕もね今日の話どこでその切っていいかわかんないんですよねなので大体いいですねえー、っとなんで遅れたいやもう本当にレジュメを延々作って本当はね今日ね ファーストマンとセカンンドマンの話をしようとしてたんですよファーストマンのニール・アームストロングとセカンドマンのバズ・オードリーの話をしようと思ってたんですけどもこれがねバズまでね行かないんですよ <laughs> なので今日はファーストマンの話だけで、えー、やってみようと思いますはいということで,ですね、えー、よろしくお願いしますえー、オードリーの話は前にもしてたまあそうなんですよね オルドリンの話は前にもしてたんですけどもやっぱね調べれば調べるほどニールはそんなに面白いやつじゃないんですよ正直言ってただバズ・オルドリンがめちゃくちゃ面白すぎるから話さざるを得ないんですけどまあニールの方うなんで面白くないのかというかですねなんでこのニューラー・アームストロングって男は1969年に月に着陸してからですねそれから通り一遍の質問は受け付けるんですけども。 自分は何を感じたのかとかそういうふうなことに関しては全く語らないままにですね何年だったかの2012、ね、年かなよいしょ2012年8月に死んじゃうまでほとんど沈黙を貫いてと言ってもいいぐらいインタビューには答えずオフィシャルな場所にはほとんど出ずですね死んでしまった男なんですね。だから その彼がなんでそんな男だったのかっていうのを語,る語った映画でもあるところがまあ面白みだと思います、えー、ではですねまあそんなですね、えーまあ、そのさっきも話した月という死の象徴にですね最後は自分から向かって着陸してその上を歩いてしまうというですねこういうです、ね、ものを映画を描くうんあの監督のですねデイミアン・チャゼルですね 目性、エンターテイメント性と高畑勲の文学性を両方持っているって言うですね。割と珍しい作家だと思います。クリストファーノーランがめちゃくちゃ意識してますね。クリストファーノーランが自分が最も評価して、同時にライバルだと思っている。 若手ナンバーワンの作家いわゆる70年代にスティーブン・スピルバーグとかです、ね、あのジョージ・ルーカスが出てきたような感じで捉えていいと思います、えー、今日はです、ね、さっきも言った通り「ファーストマン」で描かれた事件を映画とは違う方向で,です、ね、語ってみようと思います番外編ですね、えー、まずですね映画の冒頭から X15 という飛行機が出てきますこいつですね前回も話した X15 が出てくるんですけどもこれは1962年のです、ね、事件なんですねでこのニエルと X15 の話は前回話しましたから置いときますけどもどんな状況だったかっていうとです、ね、第二次大戦が終わった時にですね危うくアメリカ軍は縮小されるとこだったんですねもう戦争終わったから軍隊なんかなくていいやと予算空からってことで縮小されようとしてたんですねで海軍はですね巨大な空母や戦艦を何十隻もキャンセルされましたで陸軍航空隊はです、ね、爆撃 爆撃機をです、ね、あのキャンセルされてで爆撃機のメーカー飛行機メーカーを慌てて家庭用にです、ね、ジュラルミンのシンクです、ね、流し台を売ったりしてなん、ね、とか生き延びようとしたんですけどいっぱい倒産しましたプレハブの家も作って売ったりしましたけども、えー、倒産が相次いだと。で えー、その陸軍航空隊もです、ね、戦後です、ね、アメリカ空軍という,ふうな形で独立しますで海軍に次ぐ大きい存在になってしまいますねで、えー、ところがです、ね、ソ連との冷戦が始まってです、ね、核ミサイルというのが生まれたで空軍はおかげでどんどん巨大化しました実はですねあのアメリカの、まあ、あのから発射するいわゆる戦略核ミサイルってやつですねあの 地面に掘ってある穴の蓋がガーッと開いてロケットがどんどん飛び出すあれはアメリカ空軍の管轄なんですね陸軍じゃなくて陸軍っていうのはあくまで陸上兵器だから例えば向こうの戦闘機がやってきたり爆撃機がやってきたら迎撃する地対空ミサイルつまり地面から空を攻撃するミサイルまでは持っていいけどもそうじゃなくて相手のところまで行く爆撃機は空軍相手のところまで届くミサイルは空軍。 まあ、なんかそういうです、ね、仕分けになっていたんですね。というわけで,です、ね、陸軍の弱体化が予想されたんですね。で海軍はです、ね、この空軍のどん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 巨大化していくのに対抗してです、ね、例えばこういうよいしょあのアンドリュー・ジャクソンというです、ね、名前の、えー、核・ミサイル原子力潜水艦というのを作ったわけですね。えーこれ 空軍の管轄するです、ね、アメリカ本土から発射する大陸弾道ミサイルは開発が大変なんですよ。でおまけにミサイル基地っていう場所もばれてるからです、ね、最初に狙われやすい敵に狙われやすいなので潜水艦にミサイルをこういう縦位置にぎっしり積んでですね でえー、これをです、ね、海中で運んでしまうというアイデアですね。で、えー、動力も原子力にしてしまえば半年ぐらい水の中に潜りっぱなしでこっそりソ連に近づいていけば射程の短いこういうプロアリスミサイルでもですねモスクワに届くんじゃないのかってうこういうです、ね、アイデアですね。 で対してですね、これに対してアメリカ陸軍はです、ねまあ、空軍がミサイルを持っていて爆撃機持っててで海軍まで,です、ね、こういうです、ね、原子力潜水艦の中にミサイルを縦に積んで運用しようというアイデアに対して陸軍の方は、もう本当に手の出しようがなかったんですね。しかたなくこういうものを考えました。 これ、僕はホワイトサンズというです、ね、ニューメキシコで見てきたんですけども、えー、アトミックキャノンといわれる兵器ですね、えー、最新兵器の原爆を発射できる大砲ですでもこれぐらいしか陸軍の力を伸ばす方が思いつかなかったんですねもともとドイツと日本とを降伏させたのは陸軍の力なんですよ。空軍が力を削いだと言ってもあくまで陸軍がです、ね、敵と戦って占領してです、ねえー、戦争に勝ったとでドイツを占領するときに捕まえたウェルナー・フォンブ ブラウンのチームをです、ね、わざわざ、えー、陸軍のです、ね、アラバマ州ハンツビルですねアラバーマ州ハンツビルというところでミサイルの研究までさせたんですよしかしさっきも言ったようにです、ね、陸軍に許可されたのはあくまで迎撃用の地対空ミサイルまで,です、ね、海軍が開発しているソ連まで届くような巨大ミサイルの許可は陸軍には許されませんでしたもうなかなか思うようにいかないわけですねよいしょで ソ連が、ね、1957年にスプートニクを飛ばすまでこの不毛な争いで,です、ね、ウェルナー・フォン・ブラウンたちのロケットチームの開発は全然進まなかったその合間にまず空軍がです、ねえー、勝手にです、ね、空、宇宙へと縄張りを伸ばそうとして作られたのがこの X15 実験機です。 でニール・アームストロングニールはです、ね、この飛行機のテスト飛行中に自動操縦装置が故障して機種が上がったままの状態つまり割と水平からそれ以下の状態で大気圏に入らなきゃいけないのに機種が上がったままの状態で大気圏に入ってしまったと。 でこれあのニール以外のパイロットだったらたぶん死んでいるというふうに言われますでギリギリで X15 をです、ね、なんとか着陸させたのはでこぼこがどこまでも続いている地平線までずっと続いているです、ね、エ,ドエドワーズ・カンコというです、ねまあ、大昔紀元前はるかの世界には潮の湖があったんですけど、それが乾いてしまってもう平坦な平坦な地面が地平線まで続くエドワーズの元湖の底にです、ね、着陸します。 このエドワーズ監古のこの凸凹の地面というのはラストシーンの月と映像的な陰を踏んでいるんですねラストでその月という死の世界を見せる時にそこで生き延びたニーラ・アームストロングというのを見せる時にこのエドワーズのです、ね、湖です、ね、エドワーズ空軍基地の,、まあ、あの着陸場と言われているんですけど本当に何もないですね。凸凹のところです。そこがです、ね、真っ昼間の光に照らされているところがわりと映像的に陰を踏んでいる世界です。 まあ、死を逃れたと思ったらそのエドワーズのですね漢湖の底のような湖の底のような死の世界が広がっていた乾いた湖の底が広がっていたとファーストマンはこのようにですね常に死と隣り合わせのニールの8年間を扱っています。えー、この X15 のです、ね、事故の実は10ヶ月前なんですけども。 映画の中ではこれ順番が入れ子になっています10ヶ月前、1961年のです、ね、6月ニールの2歳の娘カレンはです、ね、シアトルの公園で転びましたこの転んだのはです、ねまあ、本当に偶然転んじゃっただけなんですけど、ね、その時、すごい大きいコブができたんですねでその当時ニール・アームストロングはです、ね、シアトルのボーイング工場で,で、ね、X15 の次の機体もう X15 の次の機体を空軍は開発していたんですよ X20 ダイナソアと言われているやつです。 後にですねミサイルの先につけるもう本当に折り紙みたいな飛行機なんですけどもこれで宇宙まで行ってこの折り紙みたいなダイナソワというやつで地球にですね帰ってこようっていうのを考えたわけですね。えー ニールが働いていたボーイング社の工場というのはエメレット工場といって,言って僕もあの昔もです、ね、あの昔行ったことがあるんですけども世界最大のワンフロアの工場だったんですでワンフロアの工場で,です、ね、ジャンボジェットが6機同時にです、ねえー、建設できるという工場で,です、ねえー、工場内にハンバーガーショップが14軒あるというですね、まあ あまりにデカすぎる構なんですねで。ニールは週末以外はここに毎日毎日あの詰め込まれて X20 の開発をさせられてるんですね。で週末だけ家族と一緒にカリフォルニアに帰るっていうことをやってたんですけども転んだその日公園で転んだその日娘のカレンはですね目が見えなくなっちゃった2歳の娘が目が見えなくなっちゃったんですね。で これは大変だということで、最初はカリフォルニアで検査を受けたんですけども、シアトルの専門病院に行った方がいいというふうに言われて、シアトルの専門病院でですね、カレンは脳の中に空気を送り込んでですね、膨らまして X 線写真を撮るというですね、当時にしても割と最新であり、なおかつ子供にとってはすごい辛いですね、検査を受けます。で、それでカレンはですね、脳幹腫瘍というふうに診断されました。 脳幹腫用にかかっちゃった子どもはですね平均寿命があと1年半しかありませんで直ちにですね脳に X 線を直に当てるというですね治療がスタートしましたでこの時にですねニールは、まあ、シアトル何やってたかというとシアトルで X の20の開発をしながらカリフォルニアに戻って X15 とか F104 を飛ばすテスト飛行というのをやってたんですねで当時のですねあのニールたちがやってたジェット 昨日ですね。ジェット機とかロケット機のですね、テストパイロットの死亡率というのは24%というふうに言われています。24%というのは1回のテスト飛行ごとに4分の1近い確率で死ぬということですね。そんなフライトをニールは毎週のようにもう何年も続けているわけですね。だから毎週のようになんか 死ぬところからぎ、ね、ギリり舞い戻るというテスト飛行の合間にです、ね、シアトルに帰って娘のです、ね、治療がなかなか進まないもうあと娘は1年ぐらいで死んでしまうかもわかんないって思いながらあやしたり抱っこしたりしていくいその間にも娘はまず歩けなくなってしゃべられなくなってっていうだん,だん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 症状が重くなってくるんですね。 彼にはです、ね、2歳上の4歳のリッキーというです、ね、お兄ちゃんがいたんです長男がいたんですけれどもこの4歳のリッキーは妹に何が起きたか全然分からなくてです、ね、もう両親は急に塞ぎ込んじゃうし妹は寝たきりになってしまってイライラして家庭内で割とね暴れ回り始めたんですねこれは映画の中でもですね、割とちゃんと書かれています。 とりあえず、週末だけ帰ってきて娘をあやしてくれるんだけど夫はカリフォルニアに行ったりシアトルの貿易工場に行ったりして夫はいないで娘はどんどん死にかけていてよくなる様子はないとでどんどん息子は粗暴になっていくとでこれらのストレスでニールの妻のジャネットですねニール・アームストロングの妻ジャネットはだんだん夫にです、ね、不信感を抱くようになってくるとこの辺りがもう映画のです、ね、冒頭5分10分あたりなんですよ。 まあ、あの先週も言いましたけど自分自身は語らない男なんですね自分は語らない男ですからですから実はモハーベ砂漠の,その,あのテスト飛行場で毎週のように自分がテスト飛行で死にかけてるってことを妻ジャネットに言ったことがないんですねでおそらくもしそれを話してたらジャネットはさらにストレスがあるとだってもうあと何,何ヶ月もつかわからない娘より先にその夫自身が 週に1回週に2回ぐらい4分の1の確率で死ぬようなテスト飛行というのを続けているというのを分かっちゃったらおそらくジャネットは耐えられないだろうと思ってニールはですね妻にそのことを一回も言,わ言ってなかったんですねで一時的にですねその娘のカレンはちょっと良くなったんですけどもすぐにまた悪化しますでニールとジャネットはですねついにコバルト線治療というのを決心します コバルト線治療というのはです、ね、脳の一番奥の部分にガンマ線を直に奥深く当てるという方法で,です、ね、これはです、ね、命を延ばす延命処置になるんですけれどもです、ね、永遠に体の障害が残るつまりここから先体の障害がどんどん増えていって悪くなるその代わり命だけはちょっと延ばせるかもしれないそれがコバルト線治療です。 そうまでしてです、ね、1961年の6月から年末までなんとか延ばした命だったんですけどももうクリスマス前に医者たちはですね「これ以上治療はせずに家族と一緒に過ごした方が本人が幸せになります」っていうふうに言いました。で、えー、クリスマスをですね、えー、なんだろうニールたちが持ってるですね、まああの マルルタ小屋みたたいなのがカリフォルニア建てたんですよ。そこでクリスマスを一緒に暮らしてですねもうもはや歩けないし話すこともできなかったんですけど何回かですねカレンが笑うことができたそういうわけでなんかこうちょっといいクリスマスを過ごせたんですけども年が明けたらですねどんどん病状が悪化して1962年の1月28日ですね公園で転んでからわずか6ヶ月後にですねカレンは死んでしまいます。 えっと友人のですねウォーカー一家というのがあってその友人のウォーカー一家の奥さんグレース・ウォーカーという人がですね、まあ、証言を残してるんですねジャネットはすごく取り戻して取り乱していたとニールの奥さんのジャネットはすごく取り乱していて悲しんでいたとでもニールはちっとも悲しんでいるように見えなかったとニールはどこまでもクールで私たちの世話をしてカクテルがもうなくなってないかとかあとなんかご飯とかの世話をして で暇があったらちょっと外を見てるんだけれどもあの悲しんでるように見えないと。で映画の中ではですねこの悲しんでるようには見えないニールを描きながらですね娘が埋葬されて墓地の中に穴を掘るわけですね。でその穴の中に娘の棺つがぐーっと降りていくシーンですね。 娘の棺をですね深い穴の底を下ろすんですけどその穴の底をずっと見つめているニールだけを映すんですけども以後ですねこの先映画の中ではですね何か穴があったらニールはそこを見てしまうというようなです、ね、何か穴があるとそこは人を埋める穴だっていうような死のメタファーになっていくんですね。でカレンが死んでですねたった1週間後にニールは仕事に復帰しました。 奥さんのジャネットは仕事に行かないでって言ったんですけども、まあ、奥さんのジャネット自体が後に言ってますはっきり言って逃げるようにニールは仕事に復帰したとで仕事に復帰してもう次の日に上層部にあのテスト飛行させてくださいと「いやお前娘が」っていう風に言ったんですけどニールはいや飛びたいですっていう風に言ってその4分の1の確率で死ぬようなです、ね、テスト飛行というのをまた繰り返す日々に戻ったんですね。 でその後、ニールはですね1ヶ月の出張を取ってまたシアトルに行って X20 の開発をしてしまってですねずっとジャネットに会わないままだったんですね。でようやっとアームストロング家がまあちょっと平和を取り戻したようになったのはあのカレンが死んでから2ヶ月後ですねもう4月になってからです。 ちょっと言いにくい「ワカポネタ」というインディアンの言葉現地のインディアンの言葉です、ね、の牧場で,です、ね、休暇を取った時なんですね。でこのワカポネタ牧場で休暇を取った時が実は映画の冒頭で出てきた X15 の事故の直後だったんですよ。だから X 事故っていうのは、ニールが本当に宇宙空間に弾き飛ばれて,てもう帰れないかというふうな時にギリギリになってなんとかエドワーズに帰ってきてモハーベ砂漠に胴体着陸みたいに X15 ですねねじ伏せるように着陸させてそのまま休暇を取ってで家族と一緒にこうまたそれを話さずに「俺死にかけたんだ」というふうなことを言わずに休暇してたんですね。でその時です、ね、そのワパコネタ牧場で,です、ね、偶然、 羊が死んだんだですよ子羊が死んだ。それは伝染病か何かだったんですけどもですね、えー、ニールの妹ジェーンもですね同じ牧場であの一緒に休暇を取ってました家族全員で休暇を取ったんですけどその時にすごく異常に思えたのがですねニールが決して羊たちがいるですねの厩舎っていうんですかね小屋に近づかなかったことだとそれまでそんなことなかったのにニールはまるでなんかその怖がるかのように 羊たた。ちに近づかなくなくったとまるで自分が死というものを伝染してると思い込んだように自分が近くにいると何か死んでしまうというふうに思ってたようにニールは何回何回家族を呼んでも絶対に羊の小屋に近づかなくなったと。 4分の1の確率で死ぬようなことを何度も何度も繰り返している人なんですけども人の死に関して誰かが死ぬということに関して極端に過敏になっていったんですね。で自分が死から逃れるたびにですね誰かが死ぬんじゃないかと逆に誰かが犠牲になって代わりに死んでくれたおかげで自分は生き残ってるんではないのかと。つまりカレンが その死んでしまってその2ヶ月後ぐらいにですね、えー、X15 で生き残ったニールは徐々に徐々にそんな風に考えるようになったっていうふうに、まあ、妹のジェーンたちはそういう風に考えてたんですけどもそれもです、ね、妻のジャネットにはやっぱり分からないんですね後になって、だんだんだがううようになってきて、き分かったことです。だから映画の中でもそれは断言せずに徐々に徐々に匂わすようにして進行していきます。 えー、ちょっと話が戻ります、えー、カレンがですね1961年の6月ですねシアトルの公園で転ぶ2か月前4月ですアメリカの歴史を変えるようなですね事件が起きましたそのうちの一つはガガーリンのです、ね「地球集会」ですこれでアメリカはですね決定的にあそれに負けてる科学で負けてると思ったんですね。で第二次大戦でですね科学の力でナチスドイツを破り日本を破って世界一になったと 本当に自信を持ってですね、あのだろうな油断してたというぐらいですね。自信を持っていた。アメリカという国にとって、ガガーリンが地球を回ってですね。でアメリカがそれを全くできないというのは、本当にプライドをですね。へし折られた事件だったんですね。おまけに、その3日後、有名なキューバ危機が訪れます。カリブ海のですね、小島ですよ。その国がですね。以後、アメリカとは国交せずに、我々はソ連と付き合うと言ってですね。 アメリカを見捨てるカリブ海の小島がそのお膝元ですよねそんなことが起こってしまったので,です、ね、発足したばかりのジョン・ F ・ケネディ政権はパニックになりますでケネディはですねその結果ですね誰かで構わず呼び出してですねなんとかアメリカが世界一に見える方法を誰か考え出せっていうふうに命令するんですね でそこで出てきたのがです、ね、副大統領のリンドン・ジョンソンです。でこのリンドン・ジョンソンがです、ね、提案したのが、「締め切りを伸ばしましょう!」という意外な方法でした。どういうことかというと、正直に言って、「ソ連との間の科学力の差はどうしようもない!」というふうふにジョンソンは言います。これがミサイルギャップと言われることで、実はこれも1990年から21世紀に入ってきたあたりで、 ミサイルギャップというのはそんなになにかった。実はアメリカのです、ね、軍部リンドン・ジョンソンや軍部たちが無理にソ連の科学力を大きく見せて自分たちの勢力を拡大するための手だというふうに今になって言われてるんですけどそ,んなことその当時わかりませんジョン・ F ・ケネディはジョンソンに副大統領のジョンソンにソ連との科学力の差ははっきり言ってつきすぎてしまったもうどうしようもないと。 引き伸ばされると <laughs> 向こうに追い抜かれると追い抜かれるとかどん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 追いつけなくなっていくとだから短期的な目標は全部負けてしまうとこの23年でなんとかしようと思うのは負けてしまうとだからそういうですね短期的な目標は全部やめようとそれよりも長期の目標なら必ず経済力で勝てるとアメリカが本気になって開発を進め研究を進めれば必ず5年後10年後にはその経済力で圧倒的な経済力でソ連に勝てますと。 だから今年1961年にはアメリカはソ連に勝てません来年1962年も勝てないでしょうでもあなたのケネディ大統領の任期の終わりであるですね1964年には成果を出せますで2期目の大統領選挙となれば任期は1968年までありますよねとケネディ大統領がもう1回大統領選挙に出て当選すれば任期は 1968年もあるとその頃にソ連に逆転勝利できるような目標それは月着陸しかないでしょうというふうにリンドン・ジョンソンは言いました。これにですねケネディはああその手があったかと口車に乗った JFK はですね、えー、もうわずか2週間後の5月にですね両院で演説しました。 人間を月に送るのだというふうに宣言します。送って帰ってくるなというふうに宣言します。ここにアポロ計画というのはスタートしました。だから、えー、アポロ計画というのは、マーキュリー計画が終わって、ジェミニ計画が終わって、アポロ計画が始まったのではなく、て、1961年の段階で、マーキュリー計画、ジェミニアポロというのは同時に始まったんですね。えー、なのでです、ね、まあまあまあ、古い話になるんですけど、ドリームという映画がですね。えー 去年か公開された時に私たちのアポロ計画って副題が、あれアポロ計画じゃない、マーキュリー計画だというですね、一部のですね、無粋な映画評論家やマニアによって攻撃されてですね、タイトル変わっちゃったんですけど、僕はそれを聞いてですね、まあ、中途半端に物事を知らん人間がよく言うなと思ってですね、<laughs> あれアポロ計画で、<laughs> アポロ計画だ ジョン・グレンが打ち上がった時はもう完全にアポロ計画が始まってたんだから <laughs> あれはアポロ計画の一環で全然構わねえよと思ったんですけどまあそれは置いときましょう <laughs> でですねえー、まあここにアポロ計画がスタートしましたえー、進行中のマーキュリー計画とその次に予定されたジェミニ計画とが一続きのアポロ計画を含めて大きな計画になったんですねそれは10年がかりでソ連を追い越してそしてアメリカが月着陸でですね勝利するというシナリオでした でえー、ジョンソンの予想どおり、ね、1961年はアメリカはです、ね、負けっぱなしでした5月にようやっとです、ね、アラン・シェパードを乗せたです、ねえー、マイキュリーカプセルを打ち上げたんですけども地球の周りは回れずに弾道飛行でも落ちてくるだけ7月のガスグリソムも同じです同じく弾道飛行ですね周回軌道に乗せられるアトラスロケットはまだまだです、ね、実験するたびに爆発するです、ねまあ、不安の残るロケットでした。 で、ようやっと年が変わってですね、1962年、さっきも話したように、ニールの娘カレンがですね、死んで1ヶ月後、2月20日にですね、ジョン・グレンはアメリカ人で、ようやっと地球の周りをですね、3周回ることに成功しました。で、この時のアメリカのですね、熱狂はすごかったんですよ。もはや伝説で、あの、歴史上最もすごいアメリカの 熱狂やパレードというのは1927年のです、ね、リンドバーグのです、ね、パレードというふうに言われたんですけども、えー、リンドバーグ以上になったんですねジョン・グレンというのはで。以後ここまですごい英雄はアメリカの歴史に現れていません実は月着陸したアームストロングのアポロ11号のパレードもです、ね、その後、ニューヨークで開かれたどんなパレードもです、ね、ジョン・グレンのパレードほどすごくなかったんですねあれが一番本当にすごかったんですアメリカの歴史で。 でえーまあ、そんな状態でしたで娘が死んで,です、ね、自分だけが x 1 5の事故で生き残ってすぐニールはですね、えー、X−20 ですね娘が病気になってからも毎週毎週です、ね、5日間ですね、あのー、シアトルに通ってた計画のです、ね、x 2 0ダイナソー計画はもうマーキュリテ計画が成功しちゃって以降ですね打ち切りが決まったんですね。 つまり空軍はもうう宇宙に行けないといとのが、はっっっきり分かっちゃったんですねで。もはやジェットパイロットとしてはこれ以上のキャリアアップ出世は望めないと時代は宇宙飛行士こそ真のヒーロー真のパイロットだと言い始めていたそれがジョン・グレンが地球を回ることによって証明しちゃったんですねなので4月になってですねニールは、えー、っとジェミニ計画の まあ、願書っていうんですか願書を受付してたんで,です、ね、それに応募しますですねしかし5月にですねまあちょっと遅れて届いちゃったんですけども、えー、NASA はそれを多めに見て受領してくれましたしかし5月に願書が届いてもです、ね、返事来ないんですねでもいきなりですねニューメキシコに行けとアルバカーキというニューメキシコの町ですねえー、あの ブレイキングバッドでおなじみのですね、アルバカーキの街にですね、ラブレース病院、ラブレースクリニックという病院があります。これはあの僕も偶然ですね、去年行ってきたんですけど、そこで検査を受けろというふうに言われるんですね。でもそれは極秘だと誰にも言うなと。で、ジェミニ計画に関係あるのかと聞いてもですね、答えてくれないんですけども、何のことかわからずにラブレースクリニックに行ったらですね、ものすごく精密なですね、身体検査を受けさせられたと。 であこれジェムニケーグじゃないかなと思ったんですけどそれが終わったらまたモハーベ砂漠に戻ってです、ね、今度は F104 で,です、ね、何回かテスト飛行。 これは、まあ、あの幸運にもです、ね、事故が全くなかったんですけど次はフランスの会議に行けと言われてフランスまで行って帰ってきたらです、ね、また今度は X15 のテスト飛行です X15 はです、ね、今度はマッハ7.5にまで持って行けと言われてもう X15 の最大速度に近いですけど7.5まで持ってきた時にです、ね、あの操縦席中に煙があふれ出しました。 どっかが燃えていいるんですけど、どこかかわらないと。燃え続けている、ね、X15 をなんとかまた着陸させてまた死にかけたわけですねそしたら今度はサンアントニオというカリフォルニアの町で,です、ね、心理テストを受けろというふうに言われたんですよ。でここで,です、ね、その本当にその燃えているコックピットをガーッと着陸させてすぐに受けた心理テストというのはなかなか厳しくて中でもです、ね、全員がです、ね、これ辛いいと言ってたのがです、ね、隔離テストなんですね。 隔離テストっていうのはライトスタッフとか映画でも出てきたんですけども実際は窓も何にもない鉄の小部屋みたいなところで,です、ね、音もしないんですよ音も、あの光も全くないので一切の感覚が途絶されてしまって人間はそこで自分が立ってるのか座ってるのか横になってるのかもわからない何分経ったのか何時間経ったのか全くわからないっていうものすごい不安に数分で落ちるというふうに言われてます。 そういう完全なですねその登山された場所でですね隔離テストというのを受けてですねでこの2時間っていうのが全くわからなくてですねみんな30分ぐらい出てきちゃうんですよ「もういくらなんでも2時間経ったろ」と「いや俺は1 1丸1日ぐらい過ごした」と思って出てきたらですねまだ30分しか経ってないとか45分しか経ってないというふうに言われてですねびっくりした。あの 言われてびっくりするんですけどニール・アームストロングがですねこの2時間経ったら自分でドアを開けて出てこいという隔離テストにですねきっちり2時間で出てくるんですね。でこれどうやったんだと言われたら「いやあの、えー、下宿のベッドに男が15人を歌ってた」というふうに答えたんですよ。でこの下宿のベッドに男が15人というのを僕も調べたんですけどもなんとか分かったのはですね、えー、アメリカの数え歌でですねボーイスカウトがベッドに10人っていうのがあります。 あの「アブラハムの子は11人だっけ1人はのっぽうであとはちび」てああいう手の数え歌っていうのがアメリカによくあるんですけどもボーイスカウトがベッドに10人っていうのはボーイスカウトがベッドに10人寝ててでロールアウトロールアウトというふうに1人がちょっと向こうに詰めてちょっと向こうに詰めてって向こうが1人で落ちちゃったっていうような数え歌なんですけどもこれがですねあのどうも当時のアメリカのです、ね、大学生の間で下宿のベッドに男が15人寝てると「ロール向こう行ってくれ向こう行って っって一人落ちたたいいうあの替え歌になったらしいんですね。それをですねニールが自分のペースで歌うとですね、えー、なんかなんか30秒だからんか1分とかで収まるら収まったらしいんですよあ違うなんか3分ぐらいか収まったらしいそれをきっちり何十回か歌ったらちゃんと2時間になったのでですね出てきたらですねもう本当にあのほぼ2時間ぴったり出てきたらしいんですけどもこういうです、ね、ニールっていうのは なな、なんんだろろう自分を見失いいところがあったんですよみんなどうやって自分が冷静なところを見せようかとかどうやって自分がそんな感覚登山テストみたいなのを受けて平気なところを見せようとしてる,してるところにニールは要するに2時間ぴったり出てきたらいいんだなじゃあ俺はできるだけ正確に数を数えたらペースが狂っちゃうから一番知ってる歌を何十回も続けて歌おうというふうにだけ考えて2時間出てきたと。 この辺のですね、まあ、クソ度胸というか落ち着きというのが認められて、あの、最終選考に残ります。8月に最終選考があって、その時に32人ぐらい残ったんですね。何百人がいたのが。で、その32人を招いたパーティーに参加したんですけども、もともとですね、あの、アメリカの宇宙飛行士、ニールが応募したのは第2期って言われます。それがニューナインって言われてたんですね。9人なんですよ。で、9人の枠で、まだ32人残っているわけですから、まだ誰が通るかわかんないんですけども、 ニールはですねパーティーにそれのパーティーに参加して終わってまたモハーベ砂漠で毎日毎日テスト飛行に参加していましたでついに9月ニールにですねヒューストンに来てくれっていう電話がありますもうこのヒューストンに来てくれっていうのはやっとわかるわけですね、えー、9月15日までにですねヒューストンのライスホテルに極秘で来いとでその時にニール・アームストロングと名乗るなとホテルでチェックインする時にマックスペックという偽名を使えというふうに言われるんですよ でライスホテルではそのライスホテルではですね何日も前から変なことが起きてたんですね。なんでかというとやたらがたいのいい男が「ですねマックス・ペックですチェックインします」って言ってですね全く同じ「マックス・ペック」という名前の男が8人もうすでにチェックインしたんですね。でで最後の日ですに、ね、ニール・ハロストルンが「マックス・ペックス」でって言うのになったんですけどもバイトの子の一人がです、ね、当時働いたアルバイトの男の子が一人何か変だと思ってですね支配に行ったんですよ。変ですよとマックス スペックで同じ名前の男は何人も何人もいてます。ソビエイトのスパイじゃないですか？と言ったらですね。支配人はうん、あのこのことは誰にも言うな。と。 で、以後お前はやんなくてもいいって言って、マックス・ペックはですね、全部支配人が直に担当することになったんで、余計にホテルの従業員は全員何か、何か変だということがバレてしまったんですけどもですね、結局、あの、9月15日にですね、ニーラ・アームストロングが参加して、マックス・ペックが9人揃って、で、翌日9月16日、えー、ヒューストン大学ですね、近くにあるヒューストン大学のライス行動という行動でですね、えー、記者会見が行われました。ニューナインですね、アメリカの第2期宇宙飛行士の 公式のお披露目です。でそこで出会ったのがです、ね、アームストロングと同じ民間人出身のエリオット・シーですね。こいつがエリオット・シーです。 これがですね、ニール・アームストロングのですね、数少ない親友になりました。この二人がですね。えー、こちら左側がエリオット氏、右側がエド・ホワイトです。 で,す、ね、でエド・ホワイトはですね道路を挟んだお向かいさんヒューストンに引っ越してからですね道路を挟んだお向かいさんになったんですねでエリオット・シーはですね同じ民間人でおまけに娘がいたとでちょうどその娘がですねニールの,あの死んだ娘のカレンと同じぐらいの年頃だったんでですねニールはその子をか、まあ、可愛がりといいですね、えー、割と家族ぐるみの付き合いをですねこの両方としてたんですねでこの3人はですねお互いの、まあ、家を訪問して一緒に 晩ご飯を食べるほど仲が良くなった。 ニールにしてはもうめちゃくちゃ珍しいんですよ。まあ、まあ、本当に親しい人間を作らない人間ですからですね、えー。一緒に晩ご飯を取るほどに仲良くなったと。しかし、この二人とも最後までニールに娘がいたこともですね、その娘が病気で死んだことも知らなかったと言いますから、ニール本当に打ち解けることが少なかったんですね。でも、それでもですね、まあ、あの、ビール飲んだりですね、毎晩のように遊びに行ったり、家族と一緒に食事するというような生活を続けてました。でも、えー まあ、この2人にもです、ね、ニールは娘のことを誘えないとで、えー、何かというとニールはですね庭に出て月ばっかり見てるんですねでお月さんばっかり見てるでそれをですねエリオットは不思議に思いましたで一緒に2人で散歩してエリオットと2人で散歩しててもですねニールはですねそのブランコっていうのは実はニールの家の昔の家ですねシアトルにあったですね あの、違うシアトルじゃないや、えーとね、カリフォルニアのマルタ小屋の前にあったいわゆるカレンがよく遊んでいた死んじゃった娘のカレンが遊んでいたブランコにそっくりのブランコだったんですよでそれをブランコカレンが好きだったブランコに似てるとで見上げると月がその自分の死の世界に誘ってるっていう風な形でてあの、まあ、照らしてるわけですねでニールはこの時にです、ね、一方的に散歩をやめて、まあ、あの家に帰ってしまいました。 ニールの様子を後にエリオットは何かに取りつかれてるみたいだったというふうに語っていますその通りですねニールは月につまりもう死の世界に何か取り憑かれてるようになってきてニールは死の世界に近づいてかろうじてそこから逃れると他の誰かニールの大事な人が死んでしまうとエリオットはまだそのニールにとって大事な人が死んでしまうということが自分のことだ もうすぐ自分が死ぬんだというふうなことにエリオットはこの時にまだ気がついていませんでしたですねえー、訓練はですね1960年63年と2年間続きましたでその間にですねマーキュリーはマーキュリー計画は終了しました1964年に無人のカプセルを打ち上げることでジェミニー計画がスタートしますですねえー、まあまあまあここまでで20まああと5分ぐらいいいかえっ、ー、とですねマーキュリー計画っていうのはですね 一人乗り宇宙船のマーキュリー計画というのはです、ね、とにかく人間を宇宙に飛ばせがあの目標だったんですねだからミッションっていってもほとんどなくてです、ね、生きて帰るだけなんですよだから宇宙飛行士は何もするなと目の前にケーキ盤がいっぱいあるけども触るなと。 見てもいいけど触るなと操縦装置なんかつけてないとお前らが触る装置はどこにもないとえじゃあ俺らがなんかぐるぐる回されながら酸素不足の状態に呼び込まれながらスイッチをいっぱい操作したあの実験や訓練は何のためにあったんだと言ってもですねその NASA の偉いさんは「うん何も触るな」と「見てろ」と「見て報告しろと」とで景気のリードアウトいわゆる読み取りはテレメトリーというやつで本部の方に来てるからもう無理しなくていいとお前らは生きて帰ることだけが目的だと。 そこから先は次のジェミニであると言われて、まあ、宇宙飛行士はしぶしぶ従っていたんですね。だから初期のマーキュリーカプセルにはです、ね、操縦装置も窓も何もついていません。 えー、後にですね、あのジョン・グレンたちがですねデモ、デモというかですね、ストライキまでしてですね、宇宙あのカプセルに窓をつけろとか操縦装置をつけろと言われてしぶしぶ後半になったら窓とかがついたんですけどもジェミニ宇宙船はですね、ロケット噴射この次の世代のジェミニ計画が始まったジェミニ宇宙船はですね、ロケット噴射で自由に飛べました。で、で大気圏突入もですね。 パイロットの判断でできます。でアポロ計画はです、ね、その頃ですね月軌道ランデブー方式というのが決まりましたこれも何回か前で説明したんですけどもとなるとです、ね、地球からの感染が届かない例えば月の裏側とかで司で、ね、令船と月着陸船がランデブーしたりドッキングすることが必要だとジェミニー計画というのはこのアポロ計画のためのです、ね、月軌道ランデブーを実験練習するための計画そのためにプロジェクトが始まりました。 えー、こいつはです、ね、あの僕が昔プロデュースしたです、ね、王立科学博物館という中に出てくるジェミニ8号のフィギュアです。こういうふうにです、ね、2つのフィギュアが、まあ、あのくっついてるんですけども前にあるこの細い長いやつがです、ね、アジェナ衛星といいますアジェナ標的衛星ですね後ろにあるのがジェミニ8号後にです、ね、ニール・アームストローングが乗り込むやつですでこいつはです、ね、このアジェナ衛星の後ろの部分にガチャンとドッキングできるようになっています。 えー、この一緒に近くの距離を飛ぶランデブーとそしてガッチャンコとドッキングするこれがジェミニ計画の最大の目的だったんですね。というのは月軌道ランデブー方式っていうのは月の衛星軌道まで行ってそれまで重たかった地球から持ってきた宇宙船のほとんどを置いて。 軽い軽い月着陸船だけで月に降りる。もう一回月から登ってきてあの月の周回軌道を時速何キロかであ秒速何キロかで回っている司令船に月着陸船が近づいていってドッキングしなきゃいけないというもうめちゃくちゃ難しいことをですねやろうとしているわけなんですだからそのための訓練とか実験がこのジェミニカプセルで絶対に必要だったんですねジェミニ宇宙船で。 まあ、めちゃくちゃゃくく難しいし、めんどくさいいさです。ランデーブルに関してはそのうち機会があったらなんでそれが面倒くさいのかも話したいと思いますけども多分それはですね、えー、ニール・ハムストロングよりもっと厄介な男バズ・オルドリンを説明する時このバズ・オルドリンっていうのがですね友達の家に遊びに行った時にです、ね、奥さんが主人はまだ帰ってませんと。 遠回しに「だから帰ってください」というふうに言おうとした時にですねバズ・ロードリーは「まだ帰ってないんですかそれでは奥さん」って言ってですねそのままその家に居座ってその宇宙飛行士の奥さんに4時間の間ランデブルとドッキングの数学的講義を始めたっていうんです、ね、<laughs> 奥さんが「帰って」って思ってるのにバズは4時間講義を始めた相手が聞いてよと聞いてまいと関係ないって「おいそれ聞いたことがあるぞそれ宮崎駿と同じだよ」っていうのがです、ね、まあそんな男だったんですけどそのバズ そのうちそういうふうなことで話そうと思います。で、えー、と人が乗る最初のジェミニ宇宙船ですねジェミニ3号はですねなぜかというとですねジェミニ宇宙船はガスグリソムというです、ね、最初のオリジナルンですね NASA のマーキュリー宇宙船で最初に選ばれた安易の宇宙飛行士の一人ガスグリソムが 自分で開発しして設計した宇宙船だったんですね。だからみんなガスモビルっていう風に言ってたぐらいです。バットマンの乗る車のバットモビルと同じようにガスモビルというぐらいガスが作った宇宙船だと。で、ガスグリストもそのままアポロ宇宙船の設計にもですね、えー、参加してました。だからニューナインと呼ばれたですね、えー、ニール・アームストロングたちはみんなピンときました。ああ そうか、nasa はガスグリスを、つまり第一期のアメリカの宇宙飛行士であって、ジョングレンが引退してしまった今、国民的英雄のガスグリスを月着陸の船長に決めたんだ。これはその通りです。nasa の上層部ではすでに月着陸するのは、まあガスグリスだろうなと。彼が一番、いわば先輩だしで、一番貢献度高いし、ジェミに宇宙船をほとんど。 一人で宇宙飛行士としては一人で参加して作ってるし、設計がかかってるし、アポロ宇宙船もガスグリソンが作ってるようなもんだしと。だから彼こそが月着陸の人類第一号にふさわしいというふうに考えていて、なので、そのジェミニーの有人飛行の最初の態度と選んだんですね。で、こういうふうにしてジェミニーで一回飛行させて、ジェミニーの後半計画で一回 また飛行させて、アポロ1号にまた指名してそしてアポロ8号9号10号あたりの月着陸する具体的なアポロにですねガスグリソムを乗せようというふうに考えてたんですね。というわけでですね「NASA はガスグリソムを月着陸の船長に決めたんだ」ニールたちニューナイン第2期のです、ね、宇宙飛行士たちはそう思って、まあ、がっかりしました。 え、25分過ぎました。45分過ぎましたので、ここまでですね、無料パートを終わろうと思います。えー、まだですね、ジェミニー計画はようやっと始まったところなんでですね、すいません、ファーストマンの映画のですね、前半1時間ぐらいしか語ってませんけども、後半もうちょっと巻いて最後まで語ってみようと思います。アンケート出してください。すいません、今日はもう、 延々こんな感じです、ね、ファーストマンっていうのをこれね映画の中に出てこない話で割と固めてるのですねこれを見てからですねファーストマン見てくれるとめちゃくちゃ分かりやすくなってると思います。でなんで評判が悪いのかもあこういうことを抑えずに特にその月が死の象徴っていうのがわからないで見てると本当にねよくわかんないですよね淡々とライアン・ゴズリングの表情が変わんねえなって思ってるだけで映画終わっちゃうんではい。 はい、結果出してくださいあ。ありがとうございます。こんなもんでも十分です。<laughs> えー、では、後半の方に切り替えましょう。では、切り替えてください。岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。えー、毎週日曜夜8時からですね。ニコニコ生放送岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、ハリウッド映画や経済問題など、まああの。政治とスポーツ以外はですね、大体取り扱ってます。えー、番組は毎回。 無料のです、ね、表放送45分と有料のですね裏放送がその後でさらに45分合計90分あります岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね毎月たった500円でこの表裏両放送がすべて見れます過去の放送も見れますしあと毎日メルマガも配信しております、えー、参加お待ちしております。